カボステビューです。今日も花尻の滝にやってまいりました。今日はですね、私の地元小形町の方でチューリップのフェスタがあります。まあそれに、来てみました。チューリップ畑になってます。はい、ちょっと歩いてみましょう。ようこそ道の駅原尻の滝へ。喋れてないな。チューリップフェスタ、今年は4月2日火曜日から第3金曜日までになります。はい、ここはイルミネーションの時も歩いたな。こちらが原尻の滝になりますね。チューリップ丸ごと時間で、これ1本100円で持って帰ることができるのかな。はい、地元のいろんなボランティアの方が、まあ、球根植えとか、まあ、草取りとかしながら、これだけのチューリップ畑ができています。とても綺麗ですね。ずっと回ってみましょう。まあ桜も綺麗ですね。ここ2、3日はちょっと私の地元小形町の方は、風が強くてですね、もう桜も、その風でだいぶちょっと散った感じですね。チューリップ畑がこちらになります。ずっと広がってますね。滝の雑貨屋さんなんかもありますね。ペットと一緒のお買い物、ペットも来れるんですね。まあ、原尻の滝は前回ちょっとご紹介したんで、まあ、ちょこっとだけですかね。全体的に、吊り橋があって滝ですね。はい、あちらが道の駅原尻の滝ですね。まあ平日でも結構今お客さんがいますね。まあ皆さんドライブがてら来てみてください。道を挟んで、反対側に行ってみましょう。こちらはすごいですね。結構一面チューリップ畑になってます。気をつけて渡りましょう。一面チューリップ畑ですね。みんなチューリップの中で写真撮ってますね。若い子も結構いますね。とてもいいですね。じゃあ中を歩いてみましょう。ずっと奥までありますね。
チューリップ畑の間を彼女とデートもいいかもね。あ、おじさんも関係ないけど。今奥に回ります。綺麗ですね。あ、風強いな今日は。まあでも寒くはありませんよ。はい、ここからは一望できますね。まあおっさん一人でチューリップ見てもなんか寂しいけど、でもまあ綺麗ですね。こちらには、終わった産直のお野菜とか売ってますね、ここで。あ、おにぎりとかも売ってるんやな、お茶とか。地元の婦人会かな。梅シロップとかありますね。ぜひ皆さんも緒方町のチューリップフェスタ見に来てください。意外とゆっくりのんびり楽しめるかと思います。ということで今日は豊後大野市緒方町のチューリップフェスタのご紹介でした。